はいまずスタートですえ、ね、スタートは内側から1番の松本孝春選手が取りに行きましたその後ろには2番の大塚健一郎選手もいますのでこれから徐々に隊列が整っていきますまずは松本選手が取りましたのでその番手2番手には香川祐介選手ですね9番ですそしてその後ろには4番ですねこれから上昇していきます高原仁志選手ですね1番、9番、4番が前段です そしてその後ろには大塚健二の選手がいますので安倍選手との連携です、5番、2番ですね、その後ろに根田選手、7番、3番、南関東勢、ね、南関東と東北のライン、最後方には吉川選手に重倉選手、中部の地区のラインが後方からのレースとなりました。まずこのののレースなんですけども主導権を取っってていいいきたいと思っているのは6番の 吉川選手なんですけども、まあ、根田選手がそれを許すかどうかですよね、まあ、根田選手もしっかりとスピードが緩めば叩きに行く選手ですので、まあ、そこが、えー、注目だったんですけれども、やはり根田選手も許しませんでしたよね、その辺も見ていきたいですよね、そして前を通った松本選手ですね、松本選手も調子がだいぶ上がってきました、1着の数も増えてきましたのでね。えーまあ 事故点もありますので、まあ、この辺はしっかりとまっすぐ走ってくるのかなというところなんですけども、まあ、前を取って引いてというレースでしたね、そして中段にいるのが安倍選手に大塚選手、九州勢ですね、九州勢は中段から行って、大塚選手は安倍選手のスピードをもらって突っ込んだレースでしたね。 ゴール前前輪が浮くぐらい接触してましたけども、もしっかりとその辺は修正して突っ込んでましたね、残り2周半、アーバンバックを過ぎたあたりで、後方から吉川選手が抑えに来きました、根田選手もそれについていく形になりましたよね、そして根田選手、内側で松本選手に少し粘られたので、その雰囲気を見たところで、ここは外閉装ではきついなということで、吉川選手を叩きに行きました、非常にこの辺は力強いレースだったですね。 えー、そして、えー、5番の、えー、外側ですよね、えー、5番の阿部選手が少しさばかれる形になったんですけども、しっかりと渡辺選手が取り切って、根田選手が主導権でしたね、7番、3番が主導権です、えー、3番手から安倍選手がまくりに行ったんですけども、まあ、根田選手と少し踏み合う形になったんですよね、えー、それを見ながら、大外ですね、えー、外をかわしながら。 外回された松本高原選手なんですけれども、前は3番の渡辺幸典選手、そして根田選手でしたね、大塚選手も突っ込んでいったんですけども、ちょっと接触もありながら、よくあそこ耐えたなというレースでしたね、えー、ゴール決着いたしました、第4レースでした。はい、それで <laughs> なんとかわいらしい、ね、お写真でございましたけれどもね。<laughs>